ざいなもう。マリさんどこ行ったの？今百円さん見えてたから百円さんの前走ってると思います。あ、本当ですか？つか。百円さんがちらっと見ました。ジンジャーさん の, あの名前。スノーボーモービルで走ってる人がいる。名前の由来は？え？何何？スノーモービルで。え、どうしたらいいんだろう。あ、ジンジャーさんはあの生姜が好きなんですか、はい、え、ジンジャーエールが好きなんです。あ、ジンジャーエールか。ジンジャーエール美味しいですよね。あ、はい。なんでそんなテンション低いんですか。いつもこんな感じです。あ、そうなんですか。ジンジャーさんはどういうジャンルのゲームするんですか。サードパーソンゲーム。あー、サードパーソンゲーム。サードパーソンゲーム、バイオハザードとか、メタルギアとか。アサシンクリードね、はい、てか全然わからない。もう視界が見えない。もうあとマリさんが見つけてもらうの待ちたいな俺ここで。私だから鍵を今一生懸命取りに行ってるんでちょっと待ってくださいね。昼間そうめんなの。ごめんなさいね、コメント読めてなくて。ジンジャーエールはビールと割ると美味しい。ちょっとコンピューターもうちょっと見えるようにしよう。ちょっと待ってね。ジンさんもう少し会話折ってきてますよ。あ、2つ目の鍵見つけました。よし、もうここマリさん、マリさんコールだ。マーリーさん、マーリーさん、マーリーさん。あ、100円さんのゲームタグが見えてる、ここから。あ、そうなんですか。で、コレクティブルも見つけた。じゃあ僕はコメントでもここで返しましょうか。100円さん、地図見よう。あ、やべ、こっち悪いな、これ。マリさん、マリさん、マリさん。あと1個だ。右上のマップを見ながらやってるんですけどね。ここはマリさんがやってくれます。あと1個の R2 押せよ。ちゃんと仕事してください、100円さん。たまにはちょっと、いいじゃないですか。マーリーさん、マーリーさん。私今必死なんですけど、結構視聴者さんのコメントを僕がボヨミちゃんの代わりに読んでいます。立場逆転、わら。確かにそうですね。あと1個鍵。今見てる人どれぐらいですか。ああ、そうだ、視聴者どれぐらいいるんですかね、今ね。全然わかんないですって言って。何人いんだろう。またマーリーさんって来てますよ。しっかり、うん、はい、頑張ります。もうちょっとね。100円さん、いつ寝てるんですか。あーね、私もそう思った。聞かれますね、それはね。めっちゃ思いました。そんな心配してくれたんですか、私のこと。もうだって寝ません。え、寝ないんですか。寝ないです。だとかあんまり、だってなんか夜中っていうか、まあ、100円さんの時間のね、よくゲームクリアしましたとかっていう時間がむちゃくちゃ夜中とかじゃないですか。あ、朝2時とか3時とか。そう、100円さん3つ目手に入れた。マリさん最高。やっと。サポーター選ばないとって書いてある。ジンジャーさん、そうだ、サポート。ジンジャーさん、サポートは、このまま、まあ、アイコンのところに進んでください。どこ？どこだ。まあこういう場合もありますね。ちょっと待ってね、うん、ジンジャーさん、なんか質問ないですか、僕たちに。そうですね、いっぱい敵がいる。今度から実況をやりたいんですけど。おお、来た。はいはい、実況する。どういうところを注意すればいいかとか。真面目だな。どういうところを注意したらいいって。何のゲーム実況するんですか。トゥームレーダーを最初に。トゥームレーダーか、やったよ。トゥームレーダー、トゥームレーダー見ました。すごい面白かった。自分前に実況したことあるんですけど、見たことありますか。あ、見ました。あんな感じでゆるくやっても全然大丈夫だと思いますよ。ああ、そうですか。
なんか冷たいな。でもね、すごいうまいかもしれない。そうで、ゲームうまいかもしれないですね。うん、いや、うまくないですよ、全然うまくないです。なんで実況したいと思ってるんですか？まあゲームが好きなのと、はいはい、まあその実況でいろいろな人と交流できたらみたいな。例えば憧れの人は誰なんですか？実況でいろいろいるじゃないですか、 YouTube とかニコニコでもいいんですけど。赤髪さんとか。あ、そこは100円さんって言ってくんないのね。100円さんって私も言ういいよいいよ、どうせ赤髪さんでしょ。まあ音じゃさんか赤髪さんどっちかかなって大体来るんですよね、あの憧れてる実況者さんは。まあまあまあ分かってます。あ、でも赤髪さん憧れてるんだったら、あの古いゲームやった方がいいんじゃないですか？いやけど自分は古いゲームはあんま好きじゃないの。あれ、そうなんだ、はい、赤髪さんのどんなところに尊敬というか憧れてるんですか？そうですね、はい、マインクラフトをやってるじゃないですか。おお、マイクラ、はい、まあ、あれの話が面白いってだけ。それだけ？それだけか。面白い。なるほど、そういうことか。話が面白ければじゃあ神社さんに好かれるということですね。そうか、話が面白い、難しいね。ジンジャーさんは PS3 派なんですか？あ、PS3 です。うん、どこ行ったらいいんだろう、全然わかんねえな。私今鍵を持って元に戻ってますから。あ、オッケーオッケー。お話してていいですよ。でもジンジャーさん話得意？まあ知ってる人となら。ですね、でも実況一人でするんでしょ？あ、一応は今そうしてます。そのトークとかもう大丈夫なんですか、実況の時に？一人で喋る分なら全然大丈夫です。なんかいい声ですしね。ちょっと聞いてみたいですね、どんな感じで実況するのか。ちょっとじゃあ今実況してみてくださいよ。まだ準備してる。それはもう実況でもほら、実況やりだしたらリクエストとか来るから。そうそう、慣れないといけないですよ。どういうこと言われるんですか？さっきの俺を選んでくれなかった仕返しだ。赤髪さんって言った仕返しだ。どういうこと言ったらいいのかな、どんな感じ。じゃあオープニングかなんか聞かせてくださいよ。オープニング、はい、最初ほら、なんだっけ、一番最初収録始めるときに、まあ、自分だったら、あ、どうもこんばんは、100円ですみたいな感じで始まるんですけど、ジンジャーさんはどんな感じで始めるんですか？どうもこんにちは、こんばんは、ジンジャーですみたいな。あー、なんかでも一個つかみ入れた方がいいんじゃないですか、なんか。いや、どういうところに入れればいいのか、まだつかみ入れるとしたらやっぱ笑いじゃないですかね、こうがっちり、なんか俺はこういうやつなんだっていうのをこう分かる感じのあれを入れたらいいと思うんですけどね。なんか、なんだろう、何がいいのかな。何も言われてないのに勝手にジンジャーさんのあれを考えて。あ、100円さん、ここ来てもらわないとダメみたい。オッケーオッケー、今行ってるよ。ジンジャーさん、サポートはどうしたですか、ここ。鍵見つけに入れたんで、小屋に行くんで、はい、100円さん待ちみたい。 OK、 ちょっと待ってね、今これ見ながらやってるから。マリさん PS3 ないのって。いや、これ PS3 でやってるんですけど。100円さんいじめるんじゃないみたいなこと言われてるな、ジンジャーさん。ほどほどに。あ、来たよ。朝は食半端のジンジャーですっていうオープニングはどうですかって来てますけど、どうですか。あ、じゃあ最初の第1回そうやってみましょう。食パン派、食パン派なの、そもそも。いや、パン派です。あ、パン派ですか。100円さん、マリさん、小屋事件、まだ事件になってない。
嫌な後事件なんだって。でもジンジャーさんほら一番最初さ、ジンジャーエール好きだからジンジャーエールに絡んだオープニングがいいんじゃない。今日も朝から3リットル飲んじゃいましたジンジャーエールジンジャーですみたいな、なんかちょっと病気の人みたいなダメかそれじゃ病気確かに病気の人だ、3リットルも飲んでたらやばいですね。ジンジャーエールでも美味しいですよね。日本で簡単に手に入るんですかジンジャーエールって。あ、普通に、うん、ウィルキンソンのも入れますよ。へぇ、ウィルキンソンも大好き。遠いなマリさんいるの。え、いやもう私どれだけ走ったと思ってるんですか、かき蜜集めマリさん最高ですよ。うわーもううざいなこれ。やっとここまで帰ってきた。おっしゃ来た。じゃあじゃあジンジャーさんそれでその2つぜひ採用してくださいよ。その朝はご飯より朝です3リットル朝は3リットルジンジャーエール好きすぎてえさっき3リットル飲んでしましたジンジャーですみたいなおはようございますから始まっていいですね。え、もう先生すぐ始める予定なんですかジンジャーさんの実況は。まあ9月くらいから始める。あ、じゃあもうすぐじゃないですか。もう8月下旬だし。あ、はい。え、これ面白い、うん、生姜1日3個食べますジンジャーですって。あ、そっちの方がいいかもしれないですね。これいいかもしれない。でもこれはサンドの飯よりジンジャーの方がいいかもしれないよそれ面白いな。うまい、うまい、ジンジャーよりお菓子食ってるイメージがある。ジンジャーさん笑ってくださいねジンジャーさん人気ですねそうだ、サンドの飯よりジンジャージャイとかなんかそんな感じでいいんじゃない。昨日はジンジャーエール風呂でした、ジンジャーですだって。 あ、マリさん大丈夫、ちょっと待って、どうした、喋ってたら、あ、上に連れてかれてる、なにこれ、なにこれ、うわ、カラスが、こいつらフラッシュグレネードで倒せるって言ってたから。先行で行ってます、一発で。それに100円さんが戻ってきてた。行きましょう。あれ、マリさんどこ行った。スキルポイントすごいですよこれ。あ、本当ですか。うん、あ、あれ、はーい、ちょっと待ってごめん、ボタン押し間違えた俺もスキルポイント欲しい。うん、100円さんお帰りなさい。じゃあ、視聴者の皆さん、毎日神社でジンジャーエール飲んでます。毎日神社でジンジャーエール飲んでますジンジャーですわそれ親父ギャグじゃないですか。花よりジンジャーそしてジンジャーさんが無言っていうね。生姜食いすぎジンジャーですっていうか、すごいねジンジャーさん人気。じゃあぜひ見てください表では100円さんが好きと言っていますが、本当は赤髪さんが大好きなジンジャーです。それやめてよ。あ、翻訳しなきゃ。これ終わった後に。まさか抜けますか？あ、行かなきゃいけないですか？手を呼びに行く。集合地点まで遠く。ちょっと待て、ちょっと待て。お。ちょっとね、1個この先大変ですよ。遊んでますやんって書いて、いい感じ。So, you always been like that? The whole healing thing?私の父親は BOW の研究者だった。え、なんだって？ある時それが体の中に入って、発症前にワクチンを投与したけど、ウイルスの一部が形を変えて残ったの。親父はどうしたんだ？死んだわ。見る影もないくらい体を変異させて。100円さんがいない。嫌なこと思い出させたな。いいの。おかげで大切なものも手に入れたから。健康か？
マリさんまだ死んでないんですよ。手が弱いよ。私を救い出してくれた二人、レオンとクレア。彼らはかけがえのない友人よ。クレア、さっき会った BSAA の。俺が言わないといけない。ごめんごめん。そう。二人はラクーン事件の時、私を助けるために命をかけてくれたわ。彼らを見ていて思ったの。どんなに悪い状況でも決して諦めてはいけないんだって。うん、お。お。ああ。おお。はい、忍者さんどうしました？まず敵がいっぱい来るんで、はい、そこをまず机ありますか？机ありますよ、多分あると思います。机を倒せ、まず中で戦ってください。部屋の中で。すごいです。部屋の中で。はい、あ、これなんか4でこんなのあったね。机、はい。あ、誰？あ、本当だ。どういうことでしょう？あ、あ、鏡のどうするんですか？あ、普通にテーブルのとこ来れば大丈夫。あ、本当だ。あ、行っちゃった。あと後ろとこからも来るんで気をつけてください。あ、オッケー。まあ、アマチュアだから多分大丈夫じゃないかな。マリさん、そいつお願いね。はい。あと、ジェイクの対術は、攻撃長押し、確か6コーンでしたっけ。マジっすか。あ、マリさん助けて、マリさん助けて。え、どこクワガタ、クワガト男が。うざいんですよ、本当にね。このちょっと、ここが終わったらね、ちょっと企画があるんで、それちょっと皆さんでやりましょう。カスタリンからの提案ですか。そうですね。なんかいっぱいアイテム出てる。あ、ちょっと待ってね、コメント今見れないんで。おお、来てきた。あれ、なんでスプレー使ってんの。机に隠れて、隠れながら来てる。あ、オッケー。マリさん隠れながらだって、マリさん出ちゃダメだよ。それでそれか強引的にスノーモービルに行ってくれます。ああ、まあいいんじゃないですか。倒しましょうよ、ゆっくり。ここで隠れながらって言うから。ああ、やべ。隠れながらやるんですね。でもアマチュアだからもう全然。おい。あ、スノーモービルってそこか。あれに乗ってってことですか。ここじゃない、難しいの。よし、ジンジャーさん、事件に参戦しますから、ここはもうジンジャーさんにかかってますね、アドバイスは。うわ、ちょっとラグって。やばいやばい、マリさん早く乗った方がいい。ここでアドバイス。どうやって乗るの。丸ボタン。はい、頑張って。もう無理かも。大丈夫だ。これはガラグっててやばいですよ。あ、 R1 か、ごめんごめんごめん。画像ラグってる。あれ、ジェイって言ってますよ。みんなラグってんのかな。楽園さん、ジェイクって言ってますよ。ごめんごめん、今ね、R1 押さなきゃいけないの見てなかった。あ、そっか。楽園さん、じゃあモノマネね。あ、オカリンとマユシーの企画ではないですけども、これもう鹿としてもう乗りましょう、めんどくさいから。え、そうなんですか。うん、行こう行こう、めんどくさい。あ、敵が残ったまま流れが。あ、でもすごい撃たれちゃった。姉さん、事件です。体力が。このネタわかる人いる？ヤクエンさん、行こう行こう。体力がなくなっちゃった。え？でもこれ毎回倒してたらちょっとめんどくさくないですか？もうパパって。時間かかりますね。スノーモービル行っちゃいましょうよ。なんかちょっと私の画面もカクカクしてきてますよ、ヤクエンさん。ツイッチが。あ、そうなの？うん。スカイプとツイッチの画像が合ってないので。ああ、そうだよね、難しいよね。ちょっと待ってね、他の人も見えないのかな。ここ行こう。うん、 R1 ですよ、マリさん。はい、押してますよ。 OK。 あ、なんか100円さんに抜かされてる。もうバンバン行きますよ。山が降りてきてる。あれ、あ、落ちんのこれ。こう、あ、でもシェリーって言ってますよ。来たぞ来たぞ。初めて死んだよ。でも
あ、よかった、これここからか。よかったよかった、オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと内側に走った方がいいってことですか。左側、そうですね、いた方がいい感じですね。おー、ごい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 。左が自分の後ついてきたら多分大丈夫かな。ついてきます。え、ジンジャーさん、アドバイスは。いや、ここはとにかく落ちないように気をつけてください。落ちないようにのアドバイスがいるんですけど。まあそれくらいですね。そうそうそう、高島のホテルですよ、よくご存知ですね。モノマネ、あ、てかちょっと待って、マリさん死んでるからモノマネしないと、ほら死ぬたびにモノマネを。でも百円さん、さっき死んでもモノマネしてないじゃないですか、2回。あ、また死んだ百円さん。ていうか、落ちないようにって言ってもほらコースとかあるんじゃないんですかね。もう分かってあるんじゃないですかね。じゃあスネークします、マリさんやったから。え、ちょっとジンジャーさん、あとだ。はい、待たせたな。全然似てないんだけど、やりたかっただけです。雪崩が来るんで、はいはいはい、雪崩のところをよく見て、右か左かを。シャーレー。え、雪崩ってどういうこと？似てないんだよ。横から雪崩来るんで。はい、今来ました。で、雪崩が来たらどうしたらいいんですか？まあそのまま進んでください。え、まっすぐ？はい。雪崩が来たら死ってこと？ジンジャーさん、マリさん死んだらジンジャーさんモノマネね。え、なんでですか？そうだってサポーターできてるわけですから、やっぱり。じゃあマリさんもすればいいんですか？モノマネなんかできるんですか？ジンジャーさん頼もしい、モノマネできるんだ。何のモノマネ得意ですか？得意なのはあんまないですね。で、じゃあスギちゃんお願いします。スギちゃん、スギちゃん、はい。マリさん、だから安心して死んでも大丈夫ですよ。いや、でも3回死んだらボットでやるんでしょ。ここはまあまあ、でもまだ大丈夫でしょ、3回ぐらい。あ、でも100円さんについていかないと。あ、でもクリアしちゃうかも、これ。待って待って、あ、しないかもしれない。ずっとおしっぱでいいんですよね。おしっぱでいいと思います。あと、もうすぐすると確かボタンが出ます、ボタン入力か。あー、OK。ワクワク、ジンジャーさんのスギちゃんが見れる。でも確か出た日、もう3回目だから、次死んだら機械の番なんじゃないか。いや、でもここはまだちょっとやっぱ大丈夫じゃないですかね。ここは結構死にます。ここはもう多分何回かやんないと覚えられない。機械ってボット、なになにこれ、あれ思い出す、あの映画のトゥームレーダー。あ、はい、マリさん死にましたよ。私じゃないよ、ジェイクだよ。よし、じゃあちょっとモノマネ募集すっか。モノマネある？20秒内に行ってくんないと見えないよ。事件どっからだろう。最初じゃないよね、まさか。モノマネリクエストお願いします。これ最初からじゃん。高野花、高野花知らないよ。ピクミンとか知らねえし。もっと分かるやつやってください。高野花ってあれじゃないの、バナナマンさんがやってるやつ。そうそうそう、あの、あずで僕でってやつ。あ、落ちちゃった。あ、私だ、私だ。あのね、バーク。よし、じゃあ、ジンジャーさん、スギちゃんお願いします。え、やるんですか？はい、お願いします。ジンジャーさん、めっちゃいい人や。どうぞ。勢い乗りすぎて、ジンジャーエール3リットル飲んじゃったぜ。おー、おいい、おー、いい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 ぞ、いいぞ。大やけど、大やけど。いや、大丈夫、大丈夫。それいいんじゃないですか、実況で。それいいじゃないですか。やるんすか。またマリさん死んだら神社さんお願いします。あ、死んだ、死んだかも。ほら、オッケー、よかった。俺も死ぬ寸前だったんだよ。よかった、マリさん死んでくれて。じゃあ神社さん、クレヨンしんちゃんって来てるんで、クレヨンしんちゃんお願いします。次はクレヨンしんちゃん見たことないですね。じゃあドラゴンボールのセルお願いします。あ、
他ないですか。ばっかりやん。他、じゃあアナゴさん。100円とか難しいと思う。おやおや。あ、そう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 。それくらいしか。あ、ジェイクだ。あー、オッケー、ムスカ来た。あ、ムスカ。人がゴミのようだ。似てね。いや、そういうね。俺ムスカのあれ知らないもん全然。見てないよ最近ラピュタ。ラピュタね、ついこの間あったんですよ、日本で。そうですよね。うん。人がゴミのようだぐらいしか。ごめんなさい。うちの工事です、それ。すごい音うるさいでしょ。うるさいです、なぜ。あー、ごめんなさい。今ね、マンションすごい工事してるんですよ。あー、そういうこと。どうしよう、どうしよう、どうしよう。じゃあ、コロスケお願いします。はい。はい、コロスケお願いします。コロスケあ、じゃあ、アンパンマンでいいですよ、アンパンマン。アンパンマンのアンパンチお願いします。アンパンマンのアンパンチ、はい、アンパンチどんどん壊れていくジンジャーさんがいいですよ。百円さんのモノマネ面白かったですよ、ありがとうございます。ジェイク落ちたよ。ジェイク多分俺だと思いますよこれ。うん、ジェイクだった。中尾明か、中尾明さん分かんないな。ですね、ジャイアン。ジャイアン。あ、じゃあスネ夫の真似しましょうか。ジャイアンはママジンジャーさん、この顔映りながらモノマネするのめちゃくちゃ恥ずかしいんですよめっちゃ恥ずかしいっすよ。もう本当ですよ。どうしようか、あと2回ぐらい死んだらロボットじゃ。でも俺が死んでんだよな、マリさんっていうより。あ、じゃあここだけボットにして僕はもう1回戻したらどうですか。ボット行く。あ、じゃあもう2回だけやらして、やらしてもらって、このエリアだけボットでできんのかな。